やる気おにぎこんにちは衆議院議員のおにぎまことでございます、えー、前回は、えー、この新型コロナで困っている医療機関への支援策ということで、えー、6歳未満の小児の外来診療に対する診療報酬の加算を説明させていただきました、えー、今回は、えー、小児 に限らずですね全ての診療科が適用できる一般診療に対する診療報酬の加算についてご説明したいと思います新型コロナの感染拡大に伴いまして病院にも大変大きな負担がのしかかってきております誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性があると いうことで、す、え、べ、ー、ての患者の診療に対して、えー、感染拡大の予防徹底が求められております。それがまた、えー、病院にとっては大きなコストまた負担になっているということで、えー、これを診療報酬で、えー、穴埋めする病院側を助けるということができないかということで、えー、今回の。 一般診療に対する診療報酬の加算というものが令和3年度の予算の中で付けられることになりましたどういう中身の加算になるかと申しますと以下しかともにです、ね、初診・再診1回につき5点の加算がされます入院については入院料によらず1日当たり10点、調剤に ついては、一回あたり四点。訪問看護については、一回あたり五十円の加算ということになっております。え、その加算になる条件。ですね、え、どういう感染予防策をしていれば。加算が認められるのかという基準でございますけれども。こうした、通達新型コロナウイルス感染症。コビットナインティーン診療の手引き。第四番。 などを参考に感染予防策を講じてくださいねとこれを講じることが加算の条件となっておりますこうした予防策をとっている方のコストを診療報酬で見るという形になっておりますそれではこの条件はどういうことをきちんと行っていれば加算が認められるのかということをもう少し具体的にまとめてみました すべ、えー、ての患者の診療において、えー、状況に応じて必要な個人防護具を着用してくださいねということまた、えー、感染防止に十分配慮して患者への対応を実施してくださいねということまた、えー、新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員研修を行ってくださいねということ。 また、病院や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等にかかる検討を行ってくださいねということであります。必ずしも施設の運用自体を変更しないといけないということではありませんで、感染予防のために何をしたらいいのかという時に、どうしても施設の運用変更をしないといけない、そうしたコストが えー、かかることが多いということから、えー、こうした変更の検討をされた方には、えー、診療報酬をもって、えー、そのコストを穴埋めさせていただくという考え方でございます。えー、この診療報酬の加算は、令和3年度の予算で、えー、閣議決定されておりますので、来年1月から始まる通常国会、 の中で予算の審議が成立終わりましたら令和三年四月からこの制度がスタートするということになります。この一年は新型コロナウイルスで本当に大変な一年でありました。医療機関が元気であるということ、これが地域を支えているということも痛切に感じた一年でもありました。一生懸命国民 の健康を守るために頑張って来られた医療機関の皆様がしっかりと報われて健全な形で働き続けることができるそうした環境をしっかり作っていきたいと思います来年もしっかり頑張ってまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします皆様もご無事で良いお正月をお迎えください